校との合併にあたって大胆な人員削減案を出します。名付けてリスタートプラン。それは松葉銀行の行員3万2000人を2ヶ月で半分に減らします。日本の銀行が抱える一番の問題点、それは一向に減らない不良債権、高い行員の給料、進まない人員削減、つまり自己反省のなさにあると考えています。人員を半分って実現したらすごいことですが、実現できない約束はしません。国民のためにもまず自らが血を流し新たな銀行として再生したいと考えています。はい、東都ケーブルテレビの黒崎です。例の相続保険の件はどうなったんでしょうか。再生を前に気になる問題だと思いますが。全ては決着を見ました。松葉の誠意を理解していただいたと解釈しています。再生した銀行にはご批判されるようなものはいなくなるでしょう。じゃあ良識的な人だけ残ると。もちろん誠実で真面目でお客様のことを第一と考える、これが本来の銀行員でしょ。仕込み終わった。俺もです。主役でもないのに自然と笑顔が出ますよ。主役ですよ、亀の。ほっといけない。娘にもらったやつですけれど、赤字を表す不吉な赤でしたね。まあ今の我々には悪魔さえ近づきようがないか。山崎さん、お茶お願いします。休んですいませんでした。穂坂さん、赤いものは風でぼーっとしてたのでうっかりしてました。申し訳ございません。失礼します。山崎さん、今辞表を出してきました。あなただけには挨拶しとこうと思いまして。それはわざわざ。あれ、でも大丈夫なんですか。家族のために辞められない口癖だったじゃないですか。家族のために辞めるんです。
女房子供に顔向けできない仕事はしたくない。どうしたの彼は。いや残念だ。誠意義理人情三拍子揃った理想的な銀行員だったのに。これで今日の株価はうなぎ上り。どこまで上がるか賭けますか。負けたことのないディーラーですよ私は。銀行の子会社ウィンザー証券から松葉株が売られています。何2500万株およそ100億円。変です。この動き2500万株100億円だと。合併の基本合意発表のニュースが流れているのになぜその相手の子会社から売りが出るんですか。ウィンザーは松葉を相手にしていないんですか。ふざけるな。落ち着け。基本合意自体危ういと見て釣られた他の投資家が松葉を売りに出るとも限りません。ウィンザーに確認してください。待て。ケント、松葉株が売られてる。どういうことだ。ジャスモンメ、何も聞いてない。売りに出したのはウィンザー証券の東京支店だ。乗り道白戸という個人投資家だ。個人の注文は受けざるを得ないって。ウィンザー証券も対処のしようがなかったって。なんでそんな大量に。あれもそんなバカな。白戸がそんなに持ってるわけない。じゃあどこから手に入れたんですか。なんで小林から売りかけなかった。知りませんよそんなこと。はい。ああまずいな。くすぶってた松葉の信用不安説に気がついたか。合併は大丈夫かって。はい。松葉の人に聞いてくださいよ。え、ウィンザーが松葉を見捨てた証拠。そんなことはね、ウィンザーに聞いてください。え、個人投資家が売った。個人。準備はできた。あ、そう。じゃあ行ってくるわ。気をつけてな。ちるちゃんも。うん、大平さん。すいません、今日はこれから仕事があって。そうよね。父に代わりをしてもらいますから。ありがとう。じゃあ行きましょうか。Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. If you break my heart.
丈夫だ。全てうまくいく。行こうか。お待たせしました。あ、関根さん。これが手に入ったおかげで助かりました。僕も少し吹っ切れた。持ってきた、みんな。これは銀行にお金を預けてるんじゃない、貸してるんだ。奴らが木本さんにしたように、それを返してもらいに行く。マッキー、さよなら三角、また来て四角。大丈夫なの？